こんにちは、北海道ゴルファーのアゼリアルです。今回はいよいよ来週に迫ったプレジデンツカップの特集動画をお届けします。プレジデンツカップとはヨーロッパを除く世界各国のチームを総称したインターナショナルチーム対アメリカ選抜チームによる団体戦で、ライダーカップと交互に行うため2年に一度しか開催されません。もちろん出場するのは両チームともにトッププレイヤーのみ。ガチンコの団体戦なので、普段のトーナメントとは違った面白さ、緊張感、気迫を感じられます。本当にこの大会でしか味わえないものがたくさんあるので、その魅力をたっぷり伝えていくとともに、今大会の見どころなどをまとめています。プレジデンツカップは1994年から始まり、今回が15回目。4日間で30試合が予定され、計30ポイントを争っていきます。つまり 15.5 ポイント以上獲得した方のチームが優勝ということになります。勝てば1ポイント、引き分けだと 0.5 ポイントが両チームに与えられていきます。ストロークプレーではないので、いかに負けないかが重要になってきて、引き分けでも十分貢献できるシステムです。極端に言えば僅差の負けより大差の負けの方がダメージが少ないです。これまでの戦績はアメリカ12勝、国際選抜1勝、引き分けが1回となっています。まあ圧倒的な打ち明けになっていますが、私の予想では今回国際選抜にもチャンスがあると考えています。その理由は後ほど詳しくお話しします。また直近5大会の結果はこのようになっています。前回の2022年大会では5ポイント差の大差で敗戦。その前は2ポイント差。2015年に至ってはわずか1ポイント差での敗戦でした。なので結構惜しいところまで行っている大会もあります。それでも勝ち切るのがアメリカの強さですけどね。その惜しかった2大会を振り返ってみると、2015年はダブルス戦を終えた時点で 8.5 ポイント対 9.5 ポイント。2019年に至っては10ポイント対8ポイントで勝ち越していました。そして逆に大差で負けている2017年は国際選抜がわずか 3.5 ポイント、アメリカチーム 14.5 ポイント。前回大会の2022年も7ポイント対11ポイントで4ポイント差をつけられています。はっきり言って個々の能力では国際選抜が負けているので、いかにダブルス戦で食らいついていけるかが勝負のポイントとなります。ではまず今回の両チームの陣営を紹介します。国際選抜のキャプテンはカナダのマイク・ウィアー。今回の開催地がカナダということもあって選出されました。 PGA ツアーで8勝、うち2003年のマスターズで優勝しているカナダのレジェンドです。そしてアメリカチームのキャプテンはジム・フューリック。 PGA ツアーで17勝、うちこちらも2003年の全米オープンで優勝している名プレイヤー。独特なスイングの持ち主ということでも有名です。団体戦では選手をどのように配置するか、つまり試合前の戦略が非常に大切になってきます。プレジデンツカップなどの団体戦ではお互いのオーダーを交互に出し合い、出場させるメンバーを選出します。なので相手が出してきた選手に対して誰をぶつけるかなど、両陣営の戦略が勝利に大きく関わってきます。国際選抜としては主に2つの選択肢があります。1つは勝率が高そうな選手をアメリカチームに対してぶつけていく。簡単に言うと、信頼できて強い選手を相手のウィークポイントに当てて勝率を高めていくこと。もう1つはガチンコ勝負を挑むかです。ただ弱者が強者に勝つにはガチンコ勝負ではなかなか厳しいところがあるので、一つ目の選択肢を中心にオーダーを組んでくるのではないかと思います。そして両陣営のアシスタントキャプテンはこのようになっています。国際選抜はアーニー・エルス、トレバー・イメルマン、ジェフ・オ・ギルビー、カミロ・ビジェガス、そして日本のレジェンド、丸山茂樹さんの5名。トレバー・イメルマンは前回、アーニー・エルスは前々回のキャプテンを務めています。またカミロ・ビジェガスと丸山茂樹さんを除く4人は、2007年に今回のコースで行われた大会に出場していたメンバーです。なので経験者が豊富にいる陣容となっています。またアーニー・エルスと丸山茂樹さんは唯一国際選抜が勝利した1998年大会のメンバーでもありました。アメリカチームはスチュワート・シンク、ジャスティン・レナード、ケビン・キスナー、そしてブラント・スネデカーの4名。
なぜ国際選抜に比べて1人少ないかというと、当初キーガン・ブラッドリーがアシスタントキャプテンとして選ばれていましたが、シーズン終盤の活躍によりポイントを稼ぎプレイヤーとして選出されたからです。キーガン・ブラッドリーは来年のライダーカップのキャプテンを務めることが決まっているため、その予行演習としてアシスタントキャプテンで出場するはずでした。アメリカチームで2007年大会に出場していたメンバーはジム・フーリックとスチュアート・シンクの2名ですので、両陣営を比較した時に経験を持っているのは国際選抜の方が多くなっています。プレイヤーが主役のためあまり注目されませんが、キャプテンたちの役割は結構大きいです。どこでポイントを取っていくかの戦略、各選手とのコミュニケーション、そして各試合にキャプテンらが散らばり情報を共有し、選手たちにアドバイスを行ったりします。それでは続いてスケジュールを確認しておきます。ライダーカップは3日間の開催ですが、プレジデンツカップは4日間の開催となります。1日目から3日目がダブルス戦、4日目はシングルス戦です。1日目はフォアボール、4名のプレイヤーが普通にプレイし、良かった方のスコアをそのホールの記録にします。5試合ありますが2人の選手はお休み。とにかく重要なのは1日目の第1ゲーム、順番にプレイしていくので第1ゲームの試合経過や結果は後続のグループに伝達されます。なので第1ゲームで勝利することは勢いをつける意味でも大切で、特に世界選抜チームとしては絶対に落としたくないところです。2日目はフォアサム、1球のボールを交互に打っていくフォーマットです。フォアボールと違って選手同士の相性、能力の補い合い、そして使用しているボールも大きく関係してきます。彼らは契約しているボールメーカーがあるので、基本的には同じメーカーのボールを使っている選手同士を組ませます。もちろん例外もあります。見ていて楽しいのはフォアサムなので、個人的には2日目に注目しています。この2日目が終わった時点で世界選抜チームとしてはリードしているのが理想です。負けていたとしても2ポイント差くらいの範囲であればまだなんとかなります。3日目は忙しいスケジュールになります。午前中にフォアボール4試合、午後にフォアサム4試合が予定されています。計8試合8ポイントを争うので、3日目で体勢が消してしまうこともあります。世界選抜チームとしてはもちろんリードしているのがベストで、何としても2ポイント差以内、3ポイント差以上つくと最終日に引き分けを除くと優勝するためには8勝4敗が必要になってきます。最終日に望みをつなぐ意味でも3日目は通常の大会のようにムービングデーと考えてください。最終日4日目は全選手が出場するシングルス戦、計12試合が予定されています。ここはいろんな考え方があります。前日までのポイント差によって戦略を変え、強い選手を序盤に置く、まんべんなく配置するなどいろいろあります。ポイント差が大きく開いている場合は優勝を決めそうな位置に最も貢献した選手や花形選手を置いたりします。今年で言うとおそらくシェフラーやシャウフェレを中盤から終盤あたりに置くかもしれません。もつれている場合はそんなこと言ってられないので、両陣営の戦略が重要になってきます。そうなってくれるのが一番面白いですけどね。では今回の主役たちを紹介していきたいと思います。まずは世界選抜チームの最終ポイントリストです。プレジデンツカップの選手選出方法ですが、チームによって異なります。世界選抜チームは OWGR 世界ランクを基準にしています。前回大会の2022年から今年のプレーオフシリーズ第2戦 BMW チャンピオンシップが終わるまでに稼いだ世界ランクポイントで順位付けされます。そこから上位6名は自動選出、つまり松山選手からアンビョンホンまでは自動的に選ばれます。残り6名はキャプテンのマイク・ウィアーによって選出されます。で、今回選ばれたのがこの6名。まあやはりというか、キャプテンがマイク・ウィアーなのでカナダ勢が多く選ばれました。意外だったのが8位にランクされていたオーストラリアのキャム・デイビスが選ばれなかったこと。好不調の波が結構ある選手ですが、ポイントから言ってもほぼ確定ではないかとされていました。
キャプテンピック発表の会見でもそこに突っ込まれていて、悩んだ結果キムシュやマッケンジー・ヒューズを選んだとのこと。キャム・デイビスが選ばれなかったのも意外でしたが、12位のニック・テイラーが選出されなかったことにも驚きました。今年はフェニックスオープンで優勝し、カナダ勢の中では有力と見られていました。確かに今年夏場以降の失速はマイナスポイントですが、昨年地元のカナディアンオープンで劇的な優勝をするなどプラス材料も多かったです。ちなみに久常選手も20位に入っていましたが、残念ながら選出はありませんでした。これから先松山選手以外の日本人選手が選出されるようになってくるといいんですけどね。結局日本と南アフリカが1人ずつ、オーストラリアとカナダが3人ずつ、韓国が4人と最多選出国になりました。続いてアメリカチーム。アメリカチームは昨年1月1日から今年のプレーオフシリーズ第2戦 BMW チャンピオンシップまでに稼いだフェデックスカップポイントを基準に選出されます。上位6名の自動選出と他6名のキャプテンピックは国際選抜と同様です。自動選出はスコッティ・シェフラーから選出しガーラ。やはりシェフラーが圧倒的で、シャウフェレも異次元のポイントを稼いでいます。7位以下は非常に混戦で、誰をキャプテンピックするのかジム・フューリックの決断に注目が集まっていましたが、選ばれたのはこちらの6名。なんと7位から12位の選手をそのまま選出。これはなかなかない選出で、上から順に名前を読み上げただけではと揶揄されたほどです。有力だったのはビリー・ホーシェルやジャスティン・トーマスでした。ビリー・ホーシェルは直近の成績が良く、団体戦も経験している選手。ジャスティン・トーマスは団体戦の経験が豊富で、これまでアメリカチームの中心選手でした。ただトーマスに関しては直近の成績があまり良くないのと、今回スピースが全くの圏外にいることが大きいです。スピースとトーマスのコンビは非常に相性が良く強かったので、その相棒が出ていないのが影響したかもしれません。こちらが両チームの選出された選手一覧となります。アメリカチームはそこまで大きな影響がないですが、国際選抜にとってはリブ勢を招集できないのが辛いところ。キャメロン・スミスやエイブラハム・アンサー、そして常連だった南アフリカ勢など有力選手が多数いました。特にブランデン・グレースとルイ・ウーストヘイゼンは最強のダブルスコンビだったので、国際選抜の強みの一つでした。ただ今回はバランスの取れたチームになっていると思います。ベテランから若手までまんべんなくいて、ジェイソン・デイが復活してきたのが大きいです。アメリカチームと比較してしまうとちょっと物足りなさはあるんですが、実際のところ今回のアメリカチームはいつもみたいな迫力がないと思ってます。いつもならもっとリストを見ただけで強いなと感じるんですが、今回はもしかしたらいけるんじゃないかという期待があります。もちろん可能性として低いのは事実ですが、いつもほどの絶望感は少ないかなと思います。では国際選抜の陣容を細かく見ていきます。チームの平均年齢は 31.25、 30代前半の選手が特に多くなっています。だからなおさら若いキャム・デイビスを入れても良かったと思うんですけどね。初出場は2人、オーストラリアのミンウリーとカナダのマッケンジー・ヒューズ、他は全て経験者です。まず何といっても我らが松山英樹選手がトップ通過で、チームの大黒柱を背負います。通算成績は7勝10敗5分け。ここ数大会はずっとそうでしたが、特に今年は2勝していて調子がいいので、アメリカチームからしてもかなりマークしてくると思われます。世界選抜チーム唯一の世界ランクトップ10でもありますからね。チームとしてはアダム・スコットがリーダー的役割と精神的支柱となり、松山選手、イム・ソンジェ、ジェイソン・デイがポイントをしっかり稼いでいきたい。トム・キム、ミン・ウリーの若い力で勢いをつける。そして地元カナダ勢の躍動があれば十分に戦える布陣です。松山選手やアダム・スコット、ジェイソン・デイの通算成績が悪いのは、強い選手を当てられてしまうというところが大きいです。なので鍵としては、そこまでマークされないであろう選手たちがどれだけ頑張れるか、
そして何といってもチームの団結力。世界選抜はバラバラの大陸から集まってくるので、チームワークをいかに高められるかが重要です。では続いてアメリカチーム。チームの平均年齢は 31.83、 国際選抜よりわずかに高くなっています。今のところはシェフラー・モリカー世代の次が出てきていないという現状です。ただ今年は有望なアメリカ人選手が多く登場してきたので、来年のライダーカップ、2年後のプレジデンツカップでは大きく陣容が変わっているかもしれません。初出場は4名、ウィンダム・クラーク、サヒス・シガーラ、ラッセル・ヘンリー、ブライアン・ハーマン。まあなんといってもスコッティ・シェフラーとザンダー・シャウフェレの2大巨頭、2人エースがいるようなものです。しかし意外なことにスコッティ・シェフラーはプレジデンツカップでまだ勝利したことがないんです。今年の調子ならば0勝ということはないと思いますが、シェフラーやシャウフェレを崩すことができれば国際選抜に十分チャンスがあります。ただ先ほども言いましたが、いつもに比べると下位の選手に迫力がありません。ラッセル・ヘンリーは波が少ないタイプなので比較的活躍するんじゃないかと思いますが、キーガン・ブラッドリー、ブライアン・ハーマン、マックス・ホーマーが果たしてどうなのか。マックス・ホーマーは4勝0敗と圧倒的な成績を残していますが、最近いまいち調子が良くなく、直近で行われた大会では予選落ちを喫しています。さらに言うとパトリック・キャントレーの調子も今一つなので、ザンダー・シャウフェレとのゴールデンペアも盤石とは言い難いです。まあとは言っても個々の技量はある選手ばかりなので、国際選抜同様いかに団結してくるかが重要でしょう。キーとなってくるのはコリン・モリカワとサヒス・シガーラの2名、いずれも現在調子が良く国際選抜としては警戒したいところです。それでは今大会の注目選手を各チーム1人ずつ挙げたいと思います。こちらの2名です。まあいろいろ考えたんですが、今回は両エースがどれだけ頑張れるかが重要かなと。世界選抜チームにとって松山選手はエースであり、アメリカチームからすると最も厄介で潰しておきたいプレイヤーなので、松山選手が出場する試合にはかなりの確率で強い選手を当てられることが予想されます。逆に言うと松山選手がしっかり活躍できれば相手の強いところからポイントを奪えますし、チームとしても勢いに乗っていけます。アメリカチームはシェフラー、モリカワ、シガーラで悩みましたが、やっぱり今年は特に絶対的存在としてポイントを稼いでもらわなくてはならない。そして何よりこれまでプレジデンツカップでは勝ったことがないので、若干プレッシャーは感じているんじゃないかと。アメリカチームはシェフラーが確実にポイントを稼げる選手として星勘定しているはずなので、国際選抜チームとしてはそこを抑えられればチャンスありです。では松山選手のスタッツを細かく見ていきます。2024年シーズンは2勝を挙げ、世界ランクもトップ10入り。勝っている大会がいずれも大きく、シグネチャーイベントとプレイオフシリーズ。ちょっと体の痛みが再発したりで心配なところもありますが、完全復活を果たした年となりました。ストロークゲインドトータルはその選手の総合力を示すものですが全体の4位。得意のショットでトップ10入りを逃しましたが、15位は十分にすごいです。ただパーオン率は74位とそこまで高くありませんでした。しかしなんといってもストロークゲインドアラウンドザグリーン1位、グリーン周りの貢献度が PGA ツアーで1番です。つまりパーオンできなくてもしっかり寄せ切ってしのげる能力がズバ抜けて高いことを指します。松山選手はショットメーカーであるとともに PGA ツアーでも指折りのショートゲームの達人です。ストロークゲインドパッティングに関しては毎年これくらいの順位なので特に気にする必要はありませんが、団体戦はパッティングが非常に大切になってくるので大会中は調子がいいことを祈ります。対してスコッティ・シェフラー、今年は異次元の活躍で年間7勝、マスターズを再び取り年間王者にも輝いた上にオリンピックでは金メダルも獲得、名実ともに今の PGA ツアーの顔であるプレイヤーです。ストロークゲインドトータル、ストロークゲインドアプローチザグリーンは2年連続で1位、 GIR パーセンテージ、
つまりパーオン率も1位で驚異の 73% 超え。そしてですね、長らくシェフラーの弱点はパッティングと言われてきましたが、今年はそこに大きな改善がありました。ストロークゲインドパッティングは昨年162位でしたが、今年は69位。さらにパッティングアベレージがなんと1位。その要因はパター自体にありますが、シーズン中にブレード型からネオマレット型に変更、結果的にそれが功を奏し、今年の歴史的活躍につながりました。スタッツも素晴らしいんですが、シェフラーの強みは別にもあって、それは勝ち方をしっかり把握していることと、クラッチシチュエーションの強さ。シェフラーはあらゆるパターンで勝利できます。追う展開でも追いかけられる展開でもです。今の PGA ツアーでそれができるのはシェフラーだけだと思います。シャウフェレもめちゃくちゃ強いんですが、逃げ切りは苦手としています。そもそも逃げ切りで勝てる選手はこれまでの歴史上から見ても本当に少ないです。とは言っても今回は団体戦なので、ワンラウンドごとの勝負になります。4日間の総合感情ではないので、一概にシーズン中の成績通り行くとは限りません。まあですが、やっぱりシェフラーがアメリカチームの大黒柱となるでしょう。ぜひ松山選手とスコッティ・シェフラーに注目してみてください。では今回の開催コースについて簡単に紹介しておきます。今回のプレジデンツカップはカナダのモントリオールにあるロイヤルモントリオールゴルフクラブ。パー70、7279ヤードのセッティングなので結構距離が長いコースとなります。カナダのゴルフ場の中でも最高のコースの一つであり、常に世界の一流コースに数えられています。クラブは1873年に設立され、1884年にヴィクトリア女王からロイヤルの冠を使用する許可が与えられた伝統あるコースです。3つの異なるコースがあり、プレジデンツカップではブルーコースが使用されます。ティーエリアからグリーンまではポアナとベントグラス、池も多く絡んできて難易度はかなり高いです。特にバックナインが難しいので、そのあたりに注目してみてください。ちょっと簡単にマッチアップ予想を3つ行っていきます。まあこの通り行く可能性は低いかもしれませんが、1つ目はヤング対決、国際選抜チーム期待の若手ミンウリー対次世代のアメリカを担うサシス・シガーラの対決。ちょっと個人的に見てみたいという願望も入っています。2つ目はフィーチャー対決、簡単に言うと要注目マッチアップですね。これは十分に可能性があるんじゃないかなと。ザンダー・シャウフェレ、パトリック・キャントレーの黄金コンビに誰を当てるのかが国際選抜チームにとって結構重要になってきます。なので地元カナダ勢の2人を当てて声援込みで勝ちに行く、そういったシナリオもあるんじゃないかと思っています。最後3つ目はエース対決、シングルス戦は予想が難しいので、あるとしたらダブルスで松山選手とシェフラーが当たることで、松山選手を誰と組ませるかがポイントになってくるんですが、ボールのメーカーが一緒なのはテイラー・ペンドリスとなります。可能性としてはなくはないですけどね。ただ松山選手は勝っていかなければならないプレイヤーなので、だったらジェイソン・デイが適任かなと。韓国勢は韓国同士組ませた方が力を発揮できると思いますし、カナダ勢も同様。そうなるとクリスティアン・ベズーデンハウとかオーストラリア勢になるんですが、ダブルス戦になった時にミン・ウリーは初出場ということもあるので、経験豊富なアダム・スコットと組ませて、ジェイソン・デイと松山選手のコンビで絶対にポイントを取っていくというのが一番考えられる戦略ではないかと思っています。いろいろな妄想ができるので、誰と誰が組むのか、そういったところにも注目してみると非常に面白くなります。では最後にまとめとして、ここに注目するといいよという今大会の注目ポイントを3つ紹介します。1つ目は国際選抜チームがダブルス戦でどこまで食らいついていけるか、2つ目は松山英樹選手がしっかりポイントを稼げるか、3つ目はラッキー選手の出現です。この3つに注目していただければと思います。最初の2つはここまでの内容で話した通りです。
3つ目のラッキー戦士の出現というのは結構ゲーム全体を左右してきます。必ず毎大会1人は波に乗る選手がいるので、それが国際選抜チームに出てくると勝負の行方もわからなくなってきます。そういう意味で言うと、若くて勢いのあるトム・キム・ミウリあたりに期待したいですね。ということで、レジデンツカップ特集は以上となります。2年に一度しか見られない大会ですので、夜更かししててもぜひ生でご覧ください。本当に普段の大会とは違った面白さがあります。開幕は9月26日からとなります。それではまた次回お会いしましょう。